言ってることがすごい一貫してるんですよ。私たちをすごく信頼してくれて、うん、大丈夫大丈夫みたいな、うん、何を悩んでんだみたいな感じですよ、ね、何を悩んでんだっていう親父、なんか親父に言われなんていうのかな。参加してる人たちのエネルギー的なものがもうバシャール的な、うん、っていうか宇宙人的だったんですよ。もうすでに本当にぶれないこう軸っていうのかな、私たちをやっぱり信頼してくれてる、うん、私たちの強さっていうことを本当に一貫してそのメッセージの中で伝えてくれてた。バシャールはやっぱりその何、質問者に対して気づきを与える、うん、常にこうニュートラルなポジションに行くように話をしてるから、うん、全然偏ってないんですよね、うん、私たちは本当に同じ同一の存在であるっていうことをやっぱりもっともっと発信する時が来たっていう感じですね。いかにね、うん、そういうフラットな同じ、まあ、ある意味宇宙人として、うん、うん、なんかこ う, そうです、ね、ね、一緒にやっていくかって、そういう風なね、なんか感じがしましたね、うん、今回は。はい、始まりました、スターシードチャンネルということで、よしです。あきかです、こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。いやいやいや、超宇宙フェスがね、終わりまして、はい、バシャールとね、はい、話させていただきましたけども、いやー、あきこさん、ちょっとなんか感想ありますか？はぁ、うん、疲れたな結構ね、長かったといえば長かったね、時間的にはね。うん、ハリーが汗だくでした。汗だくでした、あ、そうですね。楽しかった、うん、ね、はい。いやー、そしてまあいろいろこうね、気づきがあったんですけども、はい。もしかしたらアキコさん的には何かこう実際こうバシャールと話したりしてみてね、うん、思ったこととかいろいろあったと思うんですけど、はい。どういうなんか気づきがあったというか思いがありましたか？思い、そうですね。うん、本当にわあ、なんか目の前にバシャールがみたいな感じで、うん、てかダリルさんですけどね、最初は。うんうん、そういう感じでどんな波動が来るのか、どんなエネルギーが来るのかっていうことに結構集中してたんですけど、うん、本当になんていうのかな、なんか言葉にできないけど、まず普通じゃないよ、でも普通であったっていうところがあったっていうぐらいだから、とても同じ、やっぱり本当に同じ存在だなっていうことを体感しちゃったって感じです。うん、それに結構びっくりというよりも、うん、今ここで私は体感する必要があったんだっていう、本当に同じバイブレーションであり、もしかしたら、なんていうのかな、まあ、もちろん宇宙の仲間でもあると思うんですよね、バシャールっていうバイブレーションは、うん、だけどもしかしたらもっと高次元の星から来てるのかなってこともなんとなく、私たちがね、うん、みんな見てる人たちもそうだと思うけど、うん、そういうのもちょっとエネルギーって感じました。うん、本当同じってことですね。はい、そうですね。で、僕もね、やっぱりこうずっとね、どちらかというとこう、うん、遠い存在、そして何というかな、うん、ものすごいこうなんかもう雲の上の人みたいにね、やっぱり昔は思ってたわけじゃないですか。うん、それがこうなんかこう普通に話をして、普通にこうなんていうかな、うん、うん、会話をして、でそこでこう得られる答えもそうなんだけど、なんかお友達な感じだったんですよ、もう。うん、わかる。あきこさんもそうでした。そうです。本当、可愛くなっちゃって、可愛い子犬を見てるような気持ちになるというか、可愛い、可愛いな、可愛いな、みたいな。そうですよね。そうそうそう。うん、そう、だからそれって、ね、それがすごいなんか気づきでした、僕の中でも。あ、うん。要は、そうなんですよ。だから、まあ、文の世界といえばね、文理だし、そういう、いわゆるこう、うん、そういった業世界のカリスマとか、ね、多い人みたいな時代がもう終わって、いかにね、うん、そういうフラットな、同じ、まあ、ある意味宇宙人として、うん、うん、なんかこ う, そうです ね, ね、一緒にやっていくかって、そういうふうなね、なんか感じがしましたよ、うん、今回は。うん。そうですね、本当に、うん、でも本当にメッセージとかも一貫して、同じように私たちが心地よくいればいいとか、ワクワクでいればいいとか。うん、本当にぶれないこう軸っていうのかな、私たちをやっぱり信頼してくれてる、うん、私たちのすごさっていうことを本当一貫してそのメッセージの中で伝えてくれてたっていう感じだったので、そこもすごい感動しましたね。うん、なんていうかな、あ、まあ、ちょっといろいろそのね、こう、はい、話した内容もちょっとシェアしたいんだけど、その前に
やっぱ当日のやっぱりシンクロ率が半端なくて僕、まあ、見ましたけど、あの、うん、朝起きてね、うん、あの、体重毎回測ってたらさ、ちょっと全然違ったのに、数日前に全然違ったのに 55.5 キロだったとかね。55.5 キロ。うん。そして、そう、まあね。で、あの、あと Facebook のなんかフォロワー数が5555人になっちゃったり、ちょうど。ね。あと、あの、動画投稿した、うん、数日前に投稿した動画の再生回数5555になってたり、なんかね、そんなばっかりだったんですよ、やっぱりその時も。ああ、うん。ね。5ってなんかあったね、調べれば分かりそう。それはだからまあ、あの、細かくね、多分見る必要はないと思っていて、うん、あの、バシャールとのコミュニケーションだと思っていて、バシャールを呼ぼうとしたじゃない、僕たちが。うん。あの、スターシード宇宙フェスで。はい。それは5月5日だったんですよ。うんうん、だから、あんまりこう、よくね、あの、ゾロ目に含まれる意味がっていう風に見る人もいるけど、僕は多分これ、バシャールとのコミュニケーション的なものだなと思ったんですよ。うん。うん、そうでしたね。ね、うん、うん。で、僕はやっぱり、その、うん、ね、今回、その、バシャールのイベントのね、お話をいただいた、ちょうど1ヶ月前にね、うんうん、なぜか、招待メールが来て、バシャールイベントの。うん、で僕参加する、参加するってメール送ったら、うん、あ、それ1年前のですよって言われて、あれ、なんでこの1年前のメールがいきなり来たのかなと思ったら、うん、そのね、数日後、今回の話が来たわけですから、うん、まあ全然すごい、なんか感、そういったね、まあシンクロニシティといいますか、そういうのがあるんだなっていうか、完全にこのバシャールの、この、うんうん、もう今回のイベントっていうのが、まあ、点と点がね、線となり、まあ、今回につながったんだなって思ったんですよ。うん。あ、でもそういうのって、あきこさんはありました？シンクロは本当に、うん、あの、なんていうのかな、このイベントに関して、うん、まあ、そのなんかイベントの時とかっていうのは結構エネルギーが動くので、うん、あの、やっぱり本当にいろんなことが起きたんですよね。うん、あの、家の方とか、私の実家の方とか、あの、いろいろ。うん、なんていうのかな、まあいろいろ起きてて、うん、起きててっていうのはなんかエネルギーが動いてんだなっていう感じでは思った。うん、だからさ、例えばですけど、サリーのこのブラウスがこれサリー着てるじゃない、うん、中のブラウスをちょっと縫ってもらってたんだけど、うん、届かなかったりとか、なんかちょっとそういううまくいかないこと、いつもうまくいってるんだけどちょっとうまくいかないこととかも起きたり、うん、まあうまくすごくスムーズにいくこともあったんだけど、あの、いろいろなエネルギーが動いているから、ああ、これエネルギーが動いてんだなっていう感じで、いつもだと起きないことが起きてたり、したらシンクロみたいなことも起きてたから、うん、あの、そういうとこで、ああ、やっぱりエネルギーが今動いてる時なんだなっていうのをすごい、あの、実感しましたね。だから私たちってやっぱりエネルギー体であるっていうこと、で、やっぱりこう、あの、その超宇宙フェスの中では、まあ、バシャルをはじめ、あの、宇宙存在とのコンタクトであったり、やっぱりその宇宙の方に意識を向けましたから、みんなが、そう、それによってやっぱりそのやっぱこれだけエネルギーが動くんだなっていうことも結構体感しましたね。そうだね。うん、僕はね、今回すごい、はい、なんていうかな、うん、まあお友達になっちゃったバシャールみたいなね。よしさんね、うんうん、あ、そうなのよ。だから、うん、ね、今回だから僕が質問したことがあるんですけど、あの、はい、それはだから、ここに縁する人たち、ね、あの、まあ、その会場もそうなんだけど、うん、その動画見る人もそうだし、うん、そこから先に、こうやって今ね、うん、ってあの動画見てくれてる人もそうなんだけど、そういう人たちに何意味があるんじゃないか、はい、あるんですかっていうなんか質問をしたんですけどね、うん。うん。で、その質問に対する細かい回答は僕は実は覚えてないんですよ。だけど、エネルギー的にって思ったのは、うん、それは全部あなたたちの周波数、バイブレーションがそうしたんだよっていうことを言ってたと思います。あ、うん、うん。要は、ね、しかもそれはみんながファミリーだよみたいなことを言ってくれてた気がしますよね。うん、スターシードっていうかね。うん。うん、宇宙由来のみんな、そういう、まあ、いわゆる お友達っていうかなんだろう。つながった仲間だよみたいなこと。うん。を言ってくれたんですよ。なんか途中でね、なんか徐々になんかいろいろこう、なんていうの、追加していってくれたのよね。うん。
覚えてます。覚えてないか。覚えて、じゃあ、ヨシさんの、質問したこと以上の、すごい盛り上がっちゃってましたよね。うん、盛り上がっちゃったんだ。だんだん盛り上がって、多分。全然、最初の原型、質問の原型じゃなくて、なんか降りてきちゃったみたいな、ね。降りてきちゃうの。途中でね、まあ、グレゴリーさんってね、グレちゃんね、が、訳してくれてたんだけど、なんか途中で、なんかいきなりどんどんまた来てるよ、みたいなね、訳してくれてて。で、多分、僕は、このね、動画もそうなんですよ。実は YouTube チャンネルのスターシートチャンネルもそうなんだけど、実はなんかいろんな見てる人たちのことが、僕はチャネリングとか何もできないけど、見てる人たちの疑問とかがどうもこう、ピピュって降りてくるようなんですよ。でよく言われ、で、なんでそんな僕、私たちの疑問を言ってくれるんですかって言われるんだけど、なんかそういうのがあるらしくて、多分、うん、チャネリング、わかんないです。チャネリングかな、それ。チャネリングが、だと思いますね。そう。だから、今こうやって見てくれてる人にとっても意味があることを聞いたんじゃないかと僕は思うんですよ。バシャール。そういう感じだったね。あと、あれだったもんね、ヨシさん、なんだっけ、ダリルさんは楽しいんですかみたいな。いや、要はね、まあ、これはだから、ダリルさん、僕はダリルさんちょっと心配したのが、だってダリルさんはさ、バシャールになりすぎじゃない。わかる。要するに自分の時間がなくなっちゃって、ちょっとワクワクして生きてるんですか、本当に大丈夫ですか、みたいなことをね、聞きたくなっちゃったわけですよ。そうだよね。何だったっけ、バシャールが楽しいだろ、彼は、みたいな。バシャールは、まあ、ダニエルさんはね、やっぱり自分で映画とかも作ってね、こうやってるわけじゃない。だから、それも楽しいこともやってるし、もちろん、そういうバシャールとの、この、コンタクトっていうか、も楽しいんだよって言ってましたね。言ってましたね。そう。本当に、そう、すごいいい質問だなと思いましたね。まあ、ちょっとクスッと、ね、しましょう。クスッと、そう、和みましたね。ちょっと結構長かったからね。そっちのなんか役割をね、今回になっちゃった感もあってね。わかんないんだけど。わかんないんだけど。そうだね。ずっとこう三角作ってね、大変そうでしたもんね。でもそう、僕もこうやってましたけどね。やってたんだ。あれ、トイレ休憩とか大丈夫なのかなって。そう、僕最近心配になっちゃってね、そこも。ねえ、おしっこ大丈夫か。だって2時間以上ずっとなんかもうね、拘束状態でしょうから。拘束状態で、みたいな感じだからね。あれは、なんか分かる。私は、一番最初に質問したんですけど、なんだっけ。あ、今、私たちはこうやって生まれてきていて、こういう生まれてきてるっていうのは、なんかそういうの意味あるのかっていうのと、あとはその日本の役割みたいな、やっぱりこのいろんなことが起きているから、今地球でいろんなことが起きている、この日本っていう国の役割とかはどういうことがあるんですかっていう感じで聞きました。それで、なんだっけ、最初なんだっけ、私今、飛んじゃった。いや、僕もちょっと、ぼんやりしてたから。はい、なんとなくエネルギーでもやってみるんですよ。エネルギーで分かりました。そう。で、あ、そう。で、私たちが、今生まれてきてるっていうのは、自分で、まあ、選んでるっていうのもそうなんだけど、まあ、特に今こういう試練みたいなことが起きてるっていうのは、本来の自分を取り戻す、この期間に本来の自分を取り戻すっていうことをやっぱりやるときっていうことを言っていて、あとはやっぱり内観するときであったりとか、するっていうことが大事だって言ってました。で、あとその、恐怖心とかね、そういうふうに意識が向きがちで、その私たちは自分の周波数、このバイブレーションで具現化してるだけだから、ワクワクでいることが、ワクワクであったり、自分自身がそこからずれてるようなことがあったら、そこに戻していくっていうことが大事だって言ってた。な感じでした。で、日本の役割、そう、で、これは、あとその、なんだっけ。そう、日本の役割みたいなことを聞いたときに、フリーエネルギーって言ってたね。そう。だから、要は、この5年とか10年ぐらいで、結局その、世界がこうどんどん変わっていく中の重要なポイントっていうのは、フリーエネルギーですよと。じゃあ、そのフリーエネルギーを、テクノロジー的に作れる部分っていうのは、もしかしたら日本、そういった役割があるみたいなね、話があって、結構ね、僕結構そういうのやっぱりね、IT だし、好きだし、多分だけど、今までの、
まあ、概念じゃないやり方っていうのはやっぱり結構いっぱいあるんですよね、やっぱりね。うん、それをこう、うん、なんかこう形にしていくんだろうなって思うんで、うん、ああ、ね、なんかそのあたりってなって、うん、これがだから日本の役割っていうところに、まあ、日本人とかどうすればいいかっていう感じで聞いて、うん、まあ、全体的なところを教えてくれて、でももうちょっと個人的に個人としてはどういうふうな、なんかこう世界を引っ張っていくようなイメージがあったので聞いたら、うんうん、別にまあ日本が特別っていう感じではない感じでやっぱり言ってて、うん、あのワクワクであったり、あの自分の、なんていうのかな、周波数がこう、なんでニュートラルであることみたいな感じで言ってたので、うん、あの特別だから日本人だからこういう風にしなさいっていうことをあの言われたっていうよりも、うん、あのいつも通りのワクワクでいなさいみたいな感じでいるといいよっていう感じで言ってくれたって感じでしたね、うんうんうん、このあたりはずっともう一貫してるよね、バシャールは、うん、そうだよね、宇宙人、うん、宇宙人一貫してるなと思った、宇宙人すげえよね宇宙人だからやっぱり本当に今回思ったのは、うん、あ本当にあ私本当に宇宙人なんだなと思ったし、みんなも本当に宇宙人なんだなっていうことを感じたと思った。今回ね、今回びっくりしたよっていうのはね、うんうん、多分だけど参加してる人たちのエネルギー的なものがもうバシャール的な、うん、っていうか宇宙人的だったんですよ、もうすでに、うんうんうん、でちょっと前、僕もそうだけどちょっと前だったらちょっとあの差があったと思うんですね、バシャールに会ってもよ、あバシャールの話を聞いても、うん、あすごいってこうなんか見上げてしまったと思うんだけど、こうなっちゃったね、うん、だけど今回は、まあ、こう見てる人もそうだし、うん、会場の人もそうだし、おそらくねもうなんかお仲間的な感じですよ本当に、うん、誰か可愛い、うん、本当そうだからね、かわいいみたいな、前のおじさんみたいな、だからね、初めて個性を感じたのよ、バシャールに。わかるこれ、ニュアンス。あ、でもわかります、わかります、うん、わかる。個性っていうのはさ、うん、同等じゃないと個性っていうのは見えないんですよ。だって、例えばさ、カリスマとかなっていうと、個性とかいうレベルじゃないじゃない。あの人、個性、あの人、すごい個性があるからね、みたいな。うん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 、で僕バシャールの個性ってなんかやっぱり最近今回特に感じましたよ、うん、うん、またバシャールチックなこと言っちゃってみたいなそういう感じよ、うんうんうん、分かりますよね、うん、分かる、うん、だからある意味ユーモアが本当に、ね、ユーモアもめっちゃあるしね、うん、あと、うん、あのどんな辛いことを言ってもそれがどうしたのってなるじゃない、うん、バシャールは、うんうんうん、私もう死にそうなんですって言ってもあそれがどうしたのっていう感じじゃない基本的にそれが一貫してるから、うんうん、うん。まあドライ、地球的に言うとドライだよね。そう、うん、で、ある人からしたらなんか冷たいなとかなっちゃうかもしれないけど、うん、でもやっぱりそういう、うん、なんかニュートラルな視点に常にいるっていうバシャールのポジション、うん、多分エサさんに的なポジションなんですよ、それが、うん、うん、だからそれは個性なんですよね、うん、個性ね、うん、なんかあれだよね、ちょっとか硬いというかなんかユーモアがあるんだけど、うんうん、ちょっとねなんか融通が効くんだか効かないんだかどっちなんだみたいな、ちょっと堅物なとこあるのね、堅物、うん、そうそうそう、堅物系のやっぱり感じだよね、そう、やっぱり僕らからしたらもうちょっと寄り添ってよってあるわけじゃん、あ、そうなのか、ダコじゃないんだけどね、うん、そうそうガコの親父、うんうんうん、そういうもうちょっと柔軟かもね、そうだね、はいはい、そういう意味ではあれなんですか、僕が知りたかったのは他の星々では、うん、結構何もうちょっとこう寄り添ってくれる系宇宙人っているんですか、あ、いると思いますね、うん、プレオデスとかもうちょっと寄り添い系な気がする、なんかほら結局グレーとかエササニ星ってやっぱグレー、うん、グレー種というか感じだから、うん、結構ドライというかなんかロボット的な部分のところも持ってるから、うんうん、あの本当になんかねエササニ星のことを調べてたらだから、うん、エササニ人は私、うん、エササニ人ができることは絶対に地球人ができるって思い込んでるって書いてあって、あ、そうそう、だけどそう、うん、だけどだからこっちがどんなに分かんないって言っても絶対できる、うん、できるっていう、もうだからどうやってやるかっていうことを、うん、あのっていうよりもできることが前提だから、でもやっぱりそれでもできないってこともやっぱあることもあると思うんだけど、うん、それの歩み寄りは全くないみたいな、なんか、うん、そういう、そうそうそう、ないみたいな感じだと思うんだけど、うん、でプレアデスとかだからアルクトゥールスとかは、うん、まあドライなと
子もあるんだけど、もっとこう、うん、なんていうのかな、分かりやすく伝えてくれたりとか、シリウスとかもそうだね、うん、シリウスとかも分かりやすく伝えてくれる、あの、うん、もうちょっと分かりやすく歩み寄ってくれる、歩み寄ると、うん、だから地球に慣れてるとこもあるし、うん、私たちのパターンを本当によく理解しているから、もうちょっとこうできるといいとか、そう、でも餌さんにはだから、ちょっとロボット系も入ってるから。僕ね、ちょっとわかるのよ。ロボット系のあのエササニのね、いわゆるこう、ゼータレクチルとのね、あのハイブリッドだからさ、自分もそうみたいな、ね。ここもちょっとあるからさ。わかるんだけど、でもやっぱりちょっと辛い時にね、ちょっと寄り添ってほしい感はあるんだろうなって人間としては思いましたよね。そういう寄り添うというかね、その愛は本当にもうすごい愛あふれる存在だと思うんですよ、うん、無条件の愛の存在だけど、うん、地球の言葉に落とし込むのは結構難しいこともあるんじゃないかなっていう感じの、うん、あれだよね、あのそのあたりは感じましたね。そうですね、そう、うん、だからね、まあ、あとはファーストコンタクトのね、まあ、スペシャリストなんですよね、うん、まあ、バシャールっていう存在は、エササニの中、エササニっていう星のね、で、職業みたいなもんですね、それがね。だから、まあ、今回地球が、まあ、ファーストコンタクト、いわゆるこう、宇宙人とのこのコンタクトをするために、やっぱりこう、一番早く、こうね、関わってくれてる感があるじゃないですか、やっぱり。うん、だからありがたい。それはやっぱり、うん、ね。僕らはその、バシャールがいなかったら、やっぱり今のこう、感じになってない気がするんですよ、うん、いろんな人たちが、うんうん、たくさんのメッセージを、ね、下ろしてくれてるし、うん、残してくれてますからね、うん、もう30年ぐらいやってるわけだからね、そう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 、だからあれが印象的でしたよね。私も一番最初にあのやっぱり感謝を伝えたいなと思って感謝を伝えたんですけど、その、まあ、そういうふうに伝える方多かったけど、本当感謝だけを述べていた方いましたもんね。ありましたね、本当にありがとう、以上ですみたいな、そうそうそう、なんか本当に質問じゃなくてね、あれ良かったなと思って、うん、そう素敵だなと思って、うん、そういう本当にありがとうって、あの宇宙人にね、だからいろんなメッセージを下ろしてくれてありがとう、それで本当に自分が楽になったよっていうのを、うん、あの伝えてる姿見たときに本当シンプルで素敵だなと思いましたね、うん、やっぱ友好的な、だからみんな仲間であり宇宙の仲間ですよね、バシャールも、うん、もちろんそう、うん、そうですね、うんうんうん、でね、今回そうだな、まあね、そうダリューさん、うん、ダリューさんがね可愛いなって、また僕もあのダリューさんも可愛いなと思ってそれはどうでしたアキコさん、ダリューさんは、ダリューさんがバシャル終わった後に、うん、終わった後の、うん、来て、うん、みたいな感じですごいこう画面に近づいてあ、こんな全然やっぱり表情も変わるし、うんうん、そうだね、可愛い感じのエネルギーの、なんかこう、うん、わかんないですけど、人間性がすごく見えました。同じ、もちろん人間ですし、うん、ですし、同じ時を過ごしている、まあ、スターシードでありますから、本、う、当、ん、親近感あの持ったし、うん、で、なんかそういう、だからやっぱり何の違いもないっていうこと、ただちょっと特殊なようなことをやって、うん、たくさんの人たちにメッセージを下ろしてくれてたっていうあのことだと思うんですけど、うん、あのやっぱり今回体感したこととしては、あの私たちは本当に同じ同一の存在であるっていうことをやっぱりもっともっと発信する時が来たっていう感じですね、うん、バシャールともちろん私たちは一緒だし、うん、あとはそのダリルさんがそうやっていろんなメッセージを下ろしてた、だからチャネラーですから、チャネラーっていっぱいいるじゃないですか、うん、いっぱいあのメッセージを下ろすことって全然難しいことではないですから、うん、もうそれを、まあ、ずっとやってくれてたっていうその感謝はすごく感じるけど、まあ、特別なことではないなって一人の人間としてやっぱり思いました、うんはい、うん、いや僕もすごい感謝感謝感謝だったんですよね、感謝、うんうん、そう、あ、そしてね、やっぱりこう見てる人はね、ちょっと気になってたことっていうのがね、例えばバシャールっていうのは、まあ、今回ね、この今のね、世界の状況に対して、まあ、針の目をね、目を中にいる。そして、針の目を出るタイミングは、こうね、8月末であるって言ってたのに、なんか、この2023年であるみたいなことを言ったりとかして、なんでそんな伸びてんですかみたいなね、ことを思ったりとか、なんで惑わしてんですかってね、思う人もいると思うんで、うんうん、まあ、そこに対して、うんうん、アキコさんは何か思いますか、う
猿、うん、はそれに対してだから自分のあれだよね、うん、ワクワクに従っていくみたいな感じで言ってたよね。だから自分がどういうふうな、うん、選択をしていくかっていう自分の選択に集中していくことみたいな感じで言ってたと思いますね、うん、だからやっぱり外で起こることっていうのはいろんなことが起きたりとか、まあ、針の目であってそれが伸びたりってことは起きてくるけど、うん、やっぱりこの原理としてはシンプルであってあなたがどういうふうな、なんてところにいるかみたいな感じで言ってたと思う。こんな感じでしたよね、うん、そうですね、まあ、結局はだから、うんうん、自分のまあどういう現実を作っていくか、うん、まあ、自分自身であるってことだよね、結局ね。そうです、そうです、うん。これは本当にだから、針の目みたいな感じの例えで言ってるけど、うん、惑わせようとして、バシャラも言ってるわけではなくて、うん、一つの例えっていうことで、私たちがやっぱり心地よくいたり、ワクワクでいる、自分がどういうふうな波動であるかっていうことを、にやっぱやってればあなたの現実はそれを映し出してくるからみたいな感じで言ってたから、うんうん、まあ、言ってることは本当シンプルであって、うん、私たちに何か不安にさせようとかそういうものはなんか全然なかったですね、うん、そうそうそう、うん、ちょっと僕もね、うん、その辺をこうなんかものすごくこう問い詰めていこうかなと思ったんだけど、うん、すごいあっさりと解決したんだけどね、うん、あっさりもう全部あっさりだからそう、私あれがさやっぱりこう面白いというか、バシャールと同じ画面に映って自分が映ってるのがおかしくてなんかもうめっちゃね、あきこさんめっちゃでっかい画面でこうねバンバンバンみたいな、もうちょっとね、みんなだってやっぱバシャールとかみたいな、なぜか私もこうもうなんかずっと映ってる感じもちょっともう、あ、でもね、バシャールよりも大きく映ってましたから、あきこさん実はやば、バシャールこ、バシャールこれぐらいでもあきこさんボーンみたいな、あ、バシャールこうそ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 う、私全然画面が見れなくて分かんなかったんですけど、うん、なんかこう写真撮ってくれたの見た時に、うん、鼻になってる自分がいて、うん、でもすごいなっていうのかな、私は対等だと思ってるから、うん、別に上とか下とかも全然思ってないし、うん、でもそういうなんていうの、もちろんだからそういう存在であるっていう、みんなが同じ宇宙人であり宇宙の仲間であり宇宙の仲間同士の再会であるっていう感じのことが、うん、今どんどん起きてる中の一つの出来事なんだろうなと思って、本当に微笑ましく嬉しく過ごさせてもらいました。うん、うん、ね、はい、いや、あとはそうだな、その、うん、そういったバシャールね、僕も昔から見てるからさ、たまにこう、はい、2016年とかはこの2016年秋に全てが変わるとかっていう言ったりとかね、うん、ちょっとドキッとさせるのよたまに。でパターンがあって、でおそらく僕それ見てて思うのは、なんかやっぱりそのちょっとドキッとさせないと、うん、こう自分のことを気づけないこともあるじゃない、うん、そういうことをたまにやってきてるっていうのが思うから、うん、またバチャールなんかやってこんな感じでやっちゃってみたいなねそんな風に思ってるんですけどね。あ、うん、あー、そっかそっか、たまにそういう風に、うん、あるのかもしれないし、あとその訳し方みたいな、うん、あとそのあれだよね、質問する人も質問に対してやっぱり答えるっていう形が多いと思うから、うん、そこのほらある一部分だけ切り取られてる部分もあったりするんじゃないかなって、うん、今回でも、うん、そうだね、そうだね、実際そうだもん、うんうんうん、そういう感じがしましたね。やっぱね、うん、言ってることがすごい一貫してるんですよ。私たちをすごい信頼してくれて、うん、大丈夫大丈夫みたいな、うん、何を悩んでんだみたいな感じですよ。何を悩んでんだっていう親父に言われてますとかそれぐらい、うん、大丈夫だ大丈夫だよみたいな感じの安心感手を発信してくれてるから、うん、ああいう感じなのは何なのかなって思った時に、やっぱりその質問に対してやっぱりね、どんどん話が変わったりするから、うん、そこで一つだけをやっぱり切り取ると、そういう風なすごいこう言われてるような気がしたりするんじゃないかと、そういうのある、ね、あると思う、うんうん、一貫してる、ね、一貫してる、うん、そうそう、よくバシャールを批判してる人のね記事とか見るとね、うん、例えばこう、はい、何かねこう世の中のことをね、闇の部分とかを言った時にそこをこう遮って何か言い始めたとかね、うん、いうことを書いてる人もいるんだけど、うん、でも今回もそういう話あったじゃない、うん、でも、バシャールはやっぱりその何、質問者に対して気づきを与える、うん、常にこうニュートラルなポジションに行くように話をしてるから、うん、全然、ね、
偏ってないんですよね。本当にそれを感じましたね。ニュートラル、本当にニュートラル、だから情がないっていうか。そう、ある意味ね。情がない、ロボット的ですけど、でも宇宙の真理を、なんていうの、私たちがやっぱずれてるから、そのずれてるのをあなたたちは大丈夫だよって戻してくれることをずっとやってるみたいな感じですね。そうですね。そうね。そうそうそう。でね、やっぱりこう、そうだな、まあ、闇の部分でも、あ、ちょっと、まあ、あんまりこう、どこまで言えるかわかんないけど、ね、そういう部分も、なんていうかな、やっぱりその、そういう部分がもしあったとしても、まあ、ある、あるとして、そこに対しては、やっぱり自分がその、まるでこう、なんていうかな、そこにガラスがあるかのごとく、自分の世界にそれは影響しないんだと思えば、全く影響を受けないって言ってる部分もすごい良かった。ありましたね。やっぱりそういうのにどっぷり使ってしまう人も多いじゃない。そういう世界を徐々に情報を得てしまうと。だけど、やっぱり自分の世界は自分で作るっていう、ね、そこに立ち返るならば、全く影響を受けないと思うこともできるわけですもんね。はい。フォーミュラーって言ってましたね。ずっとこう何回もフォーミュラーって。フォーミュラーか。あ、フォーミュラーのことを言います？じゃあ、僕結構詳しいんで言いましょうか。全然、何のことか私は分かってて、何のフォーミュラーを言ってんな。フォーミュラーワークとかやります？じゃあ。わかんないけど、あ、でも、あ、そうだそうだ。でね、今回ね、ちょっとやっぱりこの、まあ、気づきとか、まあ、そういった、何、ワクワクを含めて、はい、2話に分けてみようかなと思ったりしてるんですけど、大丈夫？ああ、そうしましょうかね。そう、はい。次回にはちょっとその、ワクワクワークみたいなものも、ちょっと、ワクワクワーク、僕、ちょっと詳しいからね。若干僕、ちょっとなんか若干こう、装飾加えちゃってるかもしれないけど、まあでも、そのベースはね、やっぱり完全にバシャールのベースでやってたんで、はい、まあ、そこでやってみようかと思いますが、はい。はい。じゃあ次回それもやりましょう。よろしくお願いします。ね、ワクワクについてって感じかな。ワクワクについてやってみました。そう、はい。はい。ということで、あきこさん、あ、どうしよう。本当はね、毎回、くまちゃんから一言とか、あきこさんからメッセージもあるけど、今回どうしようかな。今、くまちゃんからのメッセージ来たよ、今、私のところに。あきこさんのところに行っちゃったの。あ、じゃあ、お願いします。バシャール大好きって言ってたよ。バシャール大好きで終わりましたね。クマちゃんね。バシャール大チキーみたいな。大チキーって感じか。ありがとうございます。はい。OK。じゃあね、ちょっと今回は2話に分けちゃいたいんで、ちょっと次回まで、またお楽しみにしてください。ということで、今回もありがとうございました。ではでは。ではでは。ありがとうございます。はい、じゃあ9月22日、見てね。何を見てねえかわからないけど、まあ、見てねえだね。はい。見て。一緒にみんなで楽しみましょう。ちょっと最新のチャンネルで、新しいことも、ね、やっぱりやりたいし。やります、ちょっと。枠を外していきましょうってことね。はい。そう。わけわかんないことをやるのが、楽しい。未来楽しみたいと思っています。はい、ありがとうございます。